と思っちゃった。時々私そんなことがいっぺんにね、その途中喋ってる途中で、あ疲れたと思うとね、もうそれからこう言葉が出てこなくなってそれで、あのいやプロはそんなことは許されないっていう人がいるけど、もちろん私はプロじゃないもんだから、あのそしてまたダメだったと思えばあのやり返るんだから、まあその辺お許しいただいてですね、だからまあこの前はこの何を表してか故郷とする流湯談というところまで、まあ一応読んだわけなんだけど、また元に戻ってですね、でまあその説法の参照の話を初めから始める説法神学大師と参照エネン伝寺と陸ついでに一群れの御子を見る。ちなみに説法は曰く、この御子をおのおの一面の故郷を拝せ、この後よくよく山岳すべし、御子というは猿なりいかならんか、鉄砲の見る御子格のごとく文殊して、さらに工夫すべし、境遇を顧みることなかれ。これだけの話をね、あのまあ普通の我々の感覚で読んでいくとね、ははこの説法と参照と歩いてって、そこへ猿の一団がこう出てきたんだね。ああこの猿の連中洒落たやつで、みんなコンパクトみたいな鏡持ってしかしそのそこが猿、このこう前の方へ持ってんじゃなくて後ろの方へ背負ってるのかなと、こうまあそう思うじゃない。しかし そういう、その自分の予定概念を持ってこのあれを読んでいったら、もあの全く仏法の話とは関係なくなっちゃう。そうじゃないんだね。このやっぱりね、あの仏教の話っていうのはね、仏教には仏教の文法が、この英語でね、スプリングハズカムっていう、いやあのまあ普通は春が来たっていうふうに訳すらしいけれど、そのスプリングっていうのね、これは母スプリングってバネだなそれからハズっていうのは持つ、だからカムっていうのは来る、ああそうするとバネ持ってこいっていう話かなって、そういうふうに訳した学生がいるっていうけれど、その英語の文法を抜きにしてスプリングハズカムっていうのをあれすればですね、あのバネ持ってこいっていう話になっちゃう。やっぱりもうその点、英語には英語の文法が、いやあの、うん、いやウィンターイズオーバーっていうのも、はあ冬が溢れてんだな、オーバーホルモンっていう薬もあるから、そうじゃない、やっぱりその英語から言ったらオーバーっていうのは過ぎていくんだって、そういうところではそう、理解しなくちゃならないっていう、そういう文法がやっぱりあるの。だからあの仏法には仏法の文法がある。それでその古速公安っていうのも見ていくのも、そういうこそあの仏法としての文法で見ていかなくちゃ。だからね、仏法の話と普通我々の話と、もう言葉そのものがガラッと変わるんだ。いつも言うように大っていうと、これとこれと比較してこれの方が大きいっていう、そういう大だったらね、そのクジラが大きいって言っても大したことない、その地球が大きいって言っても大したことない、それから銀河系宇宙が大きいって言っても大したことない。それで本当の意味の大ってなると、そういう比較を絶したところっていうね、
そういうふうにあっちが大きいかこっちが小さいかって比べることをやめたところっていうのはそれが一番大きいんだっていうのが仏法の大だっていうことは、まあ、これを何度でも喋ってる話だ。で、今言う故郷の古いっていうのもね、これ何千年前が古いのか、何万年前が古いのか、そんなやっぱりこれ比較してる限りは本当の古さが出てこない。で、本当に古いのっていうのは何かっていうと、時間が始まる以前だ。時間の中に入ってこないのね。そういう、いわばこうあれですね、だから一口に言えば二つが分かれる以前のところね、これを、まあ、一番古いんだっていう話。故郷っていうのはそういうもんだ。で、大切なのはね、その今故郷って言っても古からびじゃない、古道具屋にとか骨董品屋にあるその古からびの話ではなくして、一切二つに分かれる以前の、これ二つに分かれる以前って何かっていうとね、これ生命の実物なんだ。今こうして息してる、息を吐き息を吸うって、それも二つに分かれる以前のところでやってんだ。これなんですね。そういうところはまずは腹にはっきり据えてからなきゃ、その仏法の話は分からない。で、ここにね、二項というは猿なりというんだけれど、それじゃあ猿っていうのは何か、これもその普通の我々のあれとはまたガラッと違う。だから、いかならんか説法の見る二項と文殊して工夫しなきゃ。これね、例えば例文の等価狂言のあれですね、蟄狂ってね、言うけれど、この霊源四言禅師っていう人がね、これ長年あれですね、仏道修行して、そうして暗夜して歩いてる、そうしたところを山の中を歩いて、そしてこう一つの山を越えて見たら里が見えた、時は春だ。こうしたらその里にはね、その桃の花がいっぱい咲いてたっていうね、その桃の花を見た時に霊雲は悟ったね。そしてね、30年来天を尋ねるの客、幾度か葉落ち、また枝を抜きん、当家を一見してより後、時期に今に至るまでさらに疑わずってね、本当に本当の悟りを求めてね、そして30年やってきた。ところが、だからその間に幾度か葉が落ち、またその枝が出てきて、そう年月が経っていったわけだね。ところがね、今その桃花を、桃の花を初めて見たときに、その時期に今に至るまでさらに疑わずって、もうこれが実物なんだって、初めて実物に出会ったのね。みんな人間っていうのは妙なもんですよね。このみんな実物生きてるんだ。ところがその実物をって言って一生懸命追っかけて歩くから実物はない。そしてところが本当に実物に出会って、ああこれが実物かって当たり前なんだ。そしてその芸をですね、師匠の大善寺に呈したところ、
大善寺がね、縁に従っているものは長く退出せずで、まあ、霊運を深く許されたとかね。だから狂言士官禅寺っていうのがね、これは学者だったんだ、狂言禅寺。それで霊運、これも遺産禅寺のについたわけだけど、遺産のところ行って何でもかんでもこう利口ぶった言葉を並べたに違いないね。時々そういう人いるもん。そうすると私でも時々そういう人に出会うと、まああんた仏教の本の読みすぎだそれから禅の本の読みすぎだって言うよかしらな。それでね、イさんもその狂言に向かってね、覚えたこと、読んだこと、習ったことじゃない、その言葉でもって我がために父母未生以前の一句を持ちきたれとこう言ったんだね。こうしたらば狂言はそれでぼーっとしちゃって、何にも覚えたことじゃない、習ったことじゃないね、読んだことじゃない、それでもって本当のことを言ってみろって言うと何も言えない。みんなそうだ。それでね、それで結局まあ俺はダメだって言うんで、あの大聖国師の亡くなったあの庵に入ってね、そしてそこでもってまあ、あの一生懸命座禅して、あのそのあれ、あの宿飯僧として勤めるって書いてある。そして結局そのそれをそう、あのある時掃除してた庭を。そしたらあの石ころがね、こう庭生えてる時石ころがコロコロっと転がってって竹にコロコロっとぶつかってカチンってねそのぶつかった。それでもって狂言はパッとこう目が覚めるように実物に出会った。そして一脈処置を坊主、そのさらに修理せずこう一つカチンってぶつかったっていうね。それで全て習いを覚えたことは忘れたんだ。でさらに修理せずっていうのは何、このままでいい、これ実際に俺は生きしてる、実物を生きてんだから実物だ、同様心をあぐってるの、実際こうしてあの生きてるまんま、あのこうして働いてること、それが仏法をあの雇用してることだ。で少年の気に出せるって、そんなにね、あの少年っていうのは憂えるっていうことだけど、あの心配しなくたっていいんだ。これはみんなその心配してんじゃん。そうじゃない、心配しないで本当に俺の実物生きてる、それでいいんだ。で少々小石なしって、これ跡形がない。実物っていうのはその実物を生きるだけでもって、これがあの良かったろうか悪かったろうかっていうね、そんな跡形心配しなくていい。で少識外のいい、もう頭で考えた、そういう話じゃないんだね。で諸法達道のもの皆上場の木というて、そういうことが初めて上場の木っていうことなんだ。そういうまた芸を遺産で言うに呈したところが、この死てっせり、まあ遺産が許されたっていう話がある。こういうね、桃花の桃花ってあの桃の花ね、それから竹の響きだ。これはね、一体 何なのか。それでいかならんか説法の見る御子という、これはいかならんか霊文の見る塔だから、いかならんか狂言の騎士蟄狂だ。それはその全く一つの実物言ってるんです。でこれそういうのは普通我々が見る
その糖果でも糖果って言ってるの桃の花っていうのはああ綺麗だって、あれはあの喧嘩植物だそんなようなことをね言ってちゃう、あのもちろん話は違うんだ。でその点ね、今も言うように禅の姑息考案に出てくるいちいちは決してはいわゆるの一般概念じゃない、そうじゃない即根目前その実物を言うわけですね。だから例えば僧東山にといかなるかこれ仏って言ったら東山がマサンギって、ね、マサンギってあのマっていうのはこうごま、ごまのことらしいけれど、まあごま測ってたらしいんだ天尊の時から。その時にいかなるかこれ仏って言ったらマサンギって言った。あるいは上州にいかなるかそしこれそし聖来の意って言ったら平然の白樹師って、これも有名な考案だ。要するに庭のこの白樹師って、白樹ってのはどういう柏の木なのかなんか分かんないけど、まあ庭に植わってたんじゃない。つまりね、いつでも今そこにある実物はこう取り上げて言うんで、しかし その、その実物が今我々が考えるこのあれじゃないね、実物を言ってるわ。でまたね、あのだから今ここにこの巫女おのおの一面の故郷を拝せるって言うけれど、この故郷もね何も仏教じゃ故郷でなきゃなんないってことだ、ね、よく仏教あの禅のあれでは発す中条なんていうのをね持ち出すんだ。発すっていうのはこうあのあれは灰を払うやつだらしいけれど、この発すね、だから巫女がおのおの発すを拝せるとそういう言ってもいいわけだし、それからまたこの巫女って猿何もこれ猿でなきゃならない、犬であってもいい、あるいは牛であってもいい。だから例えばあのあれですね、上州に相当串に仏性ありやいなやって言うとあのむっていう、あるいはうっていう、これは犬を取り上げているわけだ。あるいは大禅師がね、その我に有念遺産にありて、遺産の藩を喫し、遺産の青足、遺産の道に参ぜず、ただ一頭の水古牛を目得して、終日露経経なりという、あの、下がある。これ、遺産禅師が遺産にあいてですね、遺産の飯食って、遺産の大便を、大小便を垂れて、それで遺産に生活していながら、遺産に何にもこの遺産の道に参じない、結局ただその一頭の水古牛って、まああの牛なんでしょう、牛をただ飼ってただけだっていう。そうするとこれで牛が今仏法を言ってるんだね。だから猿だからいかなるかいかならんか説法のみる御子って言ってね、これ猿の話じゃない、いわゆる脊椎動物哺乳類猿科の猿って、そんなことの猿じゃないね。これはあのいわば今言う生命の実物だ、で仏法だ、でそれを故郷って言ってね、それに対してこの猿巫女はね一切衆生のことを言ってんだ。
史上は生命の実物を生きているっていう、ね、そのいや我々みんな生命の実物、ね、に裏打ちされてるんだそれでそれを今どの猿もどの猿もあの故郷を廃せる、とにかくその禅の話っていうのはそういう言葉遣いの言葉の使い方ね、これあらかじめよく知っておかないとあの話は全くとんちんかんになっちゃう。でかだから格のごとく文殊してさらに工夫すべし標語を顧みることながら、これもね今言うように古いって言ってもね時間的古さじゃないんだから、時間の古さを考えちゃダメだ。で、おのおの一面の故郷を廃せりとは故郷たとえ諸物粗面なりとも故郷は工場にも故郷なり、御子おのおの面々に廃せりというは面々に対面正面あらず一面故郷なり、廃すというは例えば絵像の仏の裏を押し作るを廃すとは言うなり、御子の廃を廃するに故郷にて廃するなり、何の祝詞を取得しきたる。で、おのおの一面の故郷を廃せりというは、廃せりとは故郷たとえ諸物粗面なりともってのね、故郷が故郷っていうのは生命の実物生きてるってことから、これ、ね、あの諸物粗面あの諸祖なんです。故郷が諸物諸祖の面目であるけれどもっていうね、故郷は工場にも故郷なり、諸物諸祖であるって言っても諸物諸祖だけじゃない、諸物諸祖を超えて、そして今は猿になってるな、ね、この御子にあっても故郷である。で、御子おのおの面々に廃せりというは面々に代面正面あらず一面故郷なり、この猿たちね、その大小の面がそれぞれにあるというんじゃない、そうじゃない一面に果てしなく故郷だ。これはね、あの千鋭さん、千鋭禅師っていう人はあの道元禅師の、まあ、直弟子だった人だけど、その人が正法眼蔵お聞き書き書っていうね書いてる。お聞き書き書を見るとね、そのここでおのおのっていうのはね、あの一切衆生質仏性っていうのがあの、まあ、仏性の巻に出てくる、ね、あの一切衆生はことごとく仏性を持ってる、質は仏性だ、そのこと今おのおのっていうのはその質にあたるっていうのね、ことごとく。それでその今私が御子は一切衆生だって言う、それからあの故郷は仏性だって言ったのもね、これ千鋭禅師の中に出てくるんですよ。だからそういうあの今私の言ったようなこの読み方ね、これは私のその億見を言ってるんだけど、何しろやっぱり千鋭さんはあの道元禅師の直接の弟子だけあってね、あの注文生き生きしてるとか廃すというは例えば絵像の仏の裏を押し作るを廃すとは言うなり、廃すっていうのはしょってるっていうふうに思っちゃダメ、そうじゃない、その表具するあのあれですね、そういうあの影
軸ね、掛け軸にその裏打ちしてあるでしょ。その裏打ちのことだから、結局この御子おのおの一面の故郷を廃せるというのはね、一切衆生がことごとく仏性に裏打ちされてるっていうことだ。結局一切衆生質仏性っていうとね、そう、これは抽象概念的になるじゃない。ところが今説法は今見ている巫女猿を取り上げてそれを言ってるわけですね。つまりね、まあだから今言ったことをまとめて言うと、一切衆生である我々は二つに分かれる以前の生命の実物に裏打ちされてるってことです。だから今我々こうして生きてるね、これがそういう生命の実物、二つに分かれる以前の実物に裏打ちされてんだけど、これが大切なところ。いや、例えばね、我々こうして生まれてきて生きてそして死んでくる。ところが本当の根本はね、この生と死と二つに分かれる以前のこの力が、生命の実物の力が働いて生きてる、そしてまた死んでくる。ところが今の我々普通には一切がもうすでに分かれた世界だけ見てるね。そしてその分かれた世界っていうのは何かっていうと、そういうふうに生まれてきて、人間が生まれてくるってことは人間的頭を持ってるでしょ。その頭からいつも言うようにいろんな思いがね抽象的に分別して考える思いが分泌してくる。これは思い考え分別っていうのはね、頭の分泌物だっていうことね。これが大事、たったこれだけのことだけど、これみんなに地球上の人類全人類によく知らせてやりたいと思うんだけど、みんなバカだから私の言うこと聞かないけどだけどね、本当に俺の頭で考えることは分泌物だ。私は悩んでるって言ったってそれは分泌物だ。それを分泌物をこう手伝ってなお分泌させようとするから、それは異界をならず図解をなる結局こう酸がきつすぎるからね。そうすると頭がこう穴が開くじゃないかで、決してね、だから初めにあるものは分別されたものがあるんじゃないんだ。初めにあるものは分別以前の実物がある。でそれを間違っちゃならないから、この前の法華天目家じゃ十方仏土中って言ってますね。我々は本当にもう一切分かれる以前の生命の実物を生きているって、これが仏土中だ。で即身是仏の巻にはそういうふうに分泌してくる頭ね、それが一心一切法、一切法一心って言ったね。このあらゆるものが一心、一心がまたあらゆるものだ。だから今の我々ね、すべて分かれたところから出発し、そこから考えてるから全て間違う。そうじゃない、例えば道を求めるって言ってもね、もう分かれたとこから道求めるからさ、あれだからはるかに法の偏在を離却せりっていうことになる。
道を求めるって向こう側へ求めるでしょ。実物から離れた向こう側へ求めるか、それでダウン。そうじゃない、もう絶対的に我々は生命の実物に裏打ちされるというと、その生命の実物にただ頂上心の隅清くなって深まっていくっていう、それ以外ない。だから人もしそのあれですね、本当にその生命の実物、十方仏道中、あるいは今言うその我々生命の実物に裏打ちされているっていう、それ一つがその目覚めたんですね。そうしたら諸法真理便乗生涯ってね、初めて法を元あの発心したと。もうその時すなわち小学を乗じてんだ。俺は思っても思わなくても信じても信じなくても俺は生命の実物を生きてんだということだけが本当に分かった。そしたらもうそれで小学を乗じてんです。向こう側求めるからそれでダメになっちゃう。それからいや大乗仏教ってのは不思議な宗教でね、法華経にもひとたび南無を称すれば皆すでに仏道を成ずる、ね、ただたった一遍だけ南無って言っただけで、そしてもう仏道を成ずる。この南無っていうのは、南無とは奇妙、奇妙とはその生命の実物に帰るんで、要するに生命の実物、生きてんだから生命の実物に帰る、その姿勢がこの生命の実物を変えろと発信した時に、それが南無。その時にすでに仏道を成じてんだ。一生南無仏、戒定仏道、ね、だからそれで心法一如とも言うし、十方仏道中とも言うし、質仏性とも言う。結局どっちへどう転んでも生命の実物は生きてる。ああ私は迷ってっかダメですって、そう言ったって生命、迷ってっかダメだっていう、そういうふうに思ってるっていう実物生きてるからね。どっちへどう転んでもっていうところをね、それでどっちへどう転んでも生命の実物、だから迷いようがないんだって、そこまであれしなきゃ。それでその心法一如、これを私はあれですね、どうせ我々自分のほやって生まれた時、私の生きる世界を持って生まれてきてるし、で私の世界を持って生きてるし、そして死んでいく時は私の世界を持って死んでいくんだと。それを向こう側に世界を求める。そうするとこの道を求めることさえも個人的な物足りようの思いの一環として働いちゃうってことね。それではるかに法の偏在離却する。ただ今の生命の実物が、今の生命の実物が落ち着くこと、それでそこへ頂上していくことね。だから諸悪魔草の巻にも自浄五位っていうね、諸悪魔草修善奉行自浄五位だ。でところがそういうその今絶対事実として裏打ちされているって言ったけど、じゃあそのノリは 何のノリ持って裏打ちしたのかっていうことね。これがその何のノリを取得しきたる。試みにいわば猿の裏は故郷にて廃すべし。猿の裏は故郷でもって裏打ちして、じゃあ故郷の裏は
御子にて拝するか、故郷の裏を故郷にて拝する、猿の裏を猿にて拝する、故郷と猿とってね、本当は俺だから猿って言って、動物の猿考えてちゃダメですよ。今我々の生きてるは私自身考えてないとね、私自身がこの故郷で生命の実物に裏打ちされてるのか、あるいはその故郷、その生命の実物を私がその裏打ちしてるのかっていうことだね。でそうじゃない、故郷の裏を故郷にて拝す、猿の裏を猿にて拝す、これはね、これ全く一枚なんだよ。これその裏打ちしてるって言ったって、これ剥ぎ取ることできないっていうことね。いや、この教授屋さんってやつは器用なやつで、このこれ古くなったから、この表層古くなったから、あの新しいのに表具 し直してくれって言うと、ちゃんとこれこう水をこううまくつけてね、そしてきれいに上の絵だけこう取っちゃって、そしてまた新しく裏打ちし直すけど、そんなもんじゃないんだ。裏打ちしてるからって剥ぐこともできないほどしっかりした糊裏打ちしたんだね。それでつまり故郷と猿はね、少層不二、あるいは脳書一枚、そういうことを言うのに、故郷の裏を故郷にて拝す、猿の裏を猿にて拝す、という。で、各拝の一面の言葉、虚説なるべからず、おののその一面、この一面っていうのを、さっき言った質物証の意味だ。それが裏打ちしてあるというのは、決して無駄になことを言ったんじゃない。道徳ぜの道徳なき、言うべきことを言ったのだ。しかあれば、御子か故郷か卑怯そもさん。これ、猿なのか、故郷なのか。ね。これもだから、今言う、俺なのか、あるいは生命の実物なのか、卑怯そもさんだ。我らすでに故郷、御子か御子にあらざる、誰にか門主せ。いや、だから御子っていうと向こう側にある猿の一群のことを考えてる。それが我々ね、その御子なのか御子でないのか、金剛般若経にね、諸僧悲僧即見如来って言葉出てきますね。もし諸僧の僧にあらざるを見ば、すなわち如来を見えるということですね。すべてのものがね、諸相、諸相非相だ、もろもろの相、姿ですね、もろもろのあり方だ。それが何、そういう何もそういう姿を持ってるんじゃないんだ、ね、そう決まった相でないんだいうことを本当に分かればね、すなわち如来を見る、如来と仏さんを見る。如来というのはいつも言うように、如来如子でしょ。来たるがごとく猿がごとし、来たるがごとく猿がごとしなんだから、どうせね、この悲壮です。だから
で我らっての人間ね、我々これも俺人間、あれは猿って、そんな風にこう分けて考えるのは、このどうせ人間の頭だ、それで人間も人間に決まってない、猿も猿に決まっちゃいないもん。いや、あの私はいつもあの年賀状にね、私のあの詩書いてさ、あれすると、うん、結構私の年賀状の詩の愛読者ができちゃってるけど、その、そしてところがこの会議や、この総選挙の話にいつでもその年賀状の先渡しよけれど来年の年賀状はね、こういう年賀状を何者か陰謀に来たるというね、大事ですね。刻々に色も形も変化して、二度同じことなく二つ同じものなし、いずこともなく現れ、いずこともなく消えゆく、雲さながらに虚空に浮かぶ。これ素晴らしい詩じゃないかと思ってんだけどね、これ私はどうもいつも俺のやることはいいです、最高にかあの感心してんだからまあおめでたい何しろあれですね、これもだからそういう意味でこれは今年のこそいい詩だと思ってんだね。というのは私は、まあ、宇治川辺でいつも歩いてるわけだ。雲っていうのはね、刻々なんですね、その姿もそれから色もね、光も刻々です。というのはね、雲ってあそこに輝いた雲があると思うでしょ。ところがお日さんが刻々にこう沈んでいくとするとね、刻々に変わっちゃうの。あの形そのままがあのそのまんまだとしても、あのお日さんが変わるから色かも変わっちゃう。ところがまた雲ってやつは頼りないやつで、ね、形がコロッと決まってるわけじゃなしに、あれはまあ水蒸気なんだからね。それでその温度の加減、それからこれ雲っていうのをね、毎日見てると雲ほど面白いもんない。その何重にもねあるんだね。だいたいその一番こう低い雲、普通に浮かぶ低い雲は2000メートル線らしい。その上にある中層のが5000メートル線らしい。それからその上にあるのが1万メートルぐらいのらしい。ところがまたその2000メートルと5000メートルの間には3000メートルもあるんだからね。その間にまたたくさんあるじゃん。だから5000メートルと1万メートルの間にもたくさんあるんだから、俺たくさんこう雲は層なしてんでね。そしてその風の加減、気流の加減というんで現れたり消えたりの、だから刻々に色も形も変化して、二度同じことなく二つ同じ、あ、二つ同じものなしだ。二度とね、あ、これはあの雲は昨日のと同じっていうこともない、去年のと同じってこともない。それからその同じものにもなる、 あれとあれと同じっていうね、そういうこともない。それでいずこともなく現れ、いずこともなく消えゆく、で雲さながらに虚空に浮かぶ。この雲さながらにっていうのが、さながらっていう言葉はね、その言葉が出てくるまでなかなか骨を折れない。さながらっていうのはね、そのまんまっていうことでもあるし、雲と同じようにっていうことでもあるね。要するに我々はあの雲は雲そのまんまに浮かんでる。それと同時に我々は雲みたいに浮かんでる。どうせ我々は雲ですよ。そのこれ刻々にやっぱりあの色も形も変化してるんだ。色形だけじゃない、思いまで中身の思いまでこう流動してんだからね。そして二度と同じことはない。
同じものだ。あ、これが私と同じ人っていうね、そういうこともない。それで、いずこともなく現れ、いずこともなく消えゆく。これもそうだね。押すと雲さながらだ。お互いさん雲みたいなもんだよ。それが雲同士がね、威張ってさ、この俺の権利だって、そう言ってんだから面白いんだ。それでまた雲を引っ張り合いしてんだ。その沢木同士が言われたことあるけど、みんな雲の引っ張り合いしてんだって言ってね、俺人間そのものが雲なんだから、その雲同士の約束ごとの総理大臣という椅子もね、これは雲ですよ。その雲を引っ張り合いしてんだ。で、そういうふうに考えてみると、みんなをお互い雲、それこそよく知っとかないといけないと思うね。俺みんな雲、あいつも雲なら俺も雲、雲同士だと思っていないと、権利だ義務だってね、大騒ぎするもの。で、そんなに突っ張るなきゃならないものはないんだし、突っ張るべき権利はないんだし、もうどうせ温度と湿気の加減だもん。いや、私も温度と湿気の加減っていう時にはもう生き生きとして張り切ってた。そうだ、私はもう本当に温度と湿気の加減だからね。それで、だからこれ我らすでに御子か御子にあらざると、本当に猿と俺とってそう区別つかない。それで、誰にか問主せん、誰に聞いたらいいかってね、聞くべき第三者はいやしない。実物の話から言ったらね、だから自己の御子にある、自知にあらず他知にあらず、見る見られる以前の二つに分かれる以前の実物としてはね、自知にあらず他知にあらずです。これ知られないもん。で、自己の自己にある、これも二つに分かれる以前だからね、実物としては全く自己が自己に出会うことはできない。模索を及ばず、そういうのが実物だ。三章いわく、略光無名なり、何のゆえにか表して故郷とせん。略光っていうのはね、他号を強略すっていうのがまあ大体の元の意味だ。しかしながらここではその次に、略光というは一心一念未亡以前なりと書いてあるからね、道元禅師の言葉の意味はこういう意味。要するに一心一念未亡以前、私が故郷っていうのは、私初めから故郷っていうのは二つに分かれる以前の、そういう古さだってこう初めから故郷の定義をしてきたけど、結局これを言ってるわけです。で、実物っていうのはね、その二つに分かれる以前、それで二つに分かれる以前だから、名前以前だ、無名だ。ところが、それなのに何を表してか、故郷とせん。そういう一切分離以前の実物をどうしてあえて故郷と呼んだのかっていうのがね、三章の問いです。で、だからこの最初の言葉、故郷を証明せる一面一枚ないと、これ実物を実物としてね、言ったことだ。略光というは一心一念未亡以前なり、光理の不出頭なり。これ時間の光理っていうのは時間の中にっていうことね、不出頭っていうのは何者も現れない。時間の中に何もなかったら時間もないんだ。あらかじめ我々その時間があらかじめあって、その中に生まれてきてると思うからね、話違うんだ。何かあればこそそこに初
初めて時間がある。でそのホーリーフシュッとね、時間の中に何もなかった。逆光無明、無明だ。無明というは逆光の日面月面故郷なり。この一心一念未亡以前の日面月面、そいつ、そういうのはね、何かっていうと言葉以上の思い以上の実物だっていうことですね。つまり故郷だ。で、明鏡面だ。これが今無明真故に無明ならんにはっていうの。無明が本当に無明なのならば、略光未だ略光にあらず、名前もつけるべきものもない。としたら略光も略光じゃない。一心一念未亡以前というけど、何かあるから、あのそういう一心一念未亡以前というんだね。それもないんだったらな、一心一念未亡以前ということもないもん。で、略光すでに略光にあらずば、三生の道徳、これ道徳にあらざるべし。略光ってことはもう略光でなくなっちゃうんだ。三生の言った言葉も言った言葉じゃなくなっちゃう。しかあれども、一年未亡以前というは今日なり。何ね、そういうわけで一年未亡以前って言っても、二つに分かれる以前って言っても何、今日なり。今我々がこうして生きてるっていう、今この実物のことだよね。で、この今日を探せしめず連磨すべきなり、そういう今日を踏み誤らないで連磨して修行を工夫すべきだ。この初めから言ってるように、この故郷の牧のね、一番その道元禅師の狙いはその間っていうことです。故郷を磨くっていう話ね、が道元禅師のこの故郷の牧で一番言いたいこと、それをだんだん近づいていって、最後にその故郷を磨く話が出てくる。だんだんこう今近づきずつあるところでね。それで結局その一心一念未亡以前って言っても何、これ今の実物なの。そういうところを修行工夫すべきだと、こういう。そしてこれがだ、今あった何の糊を取得しきたってね、一体何のその糊を使ってそういうふうに裏打ちしたのかっていう問いが出てたね。それで試みにいわばっていうとこから今の続きなんです。結局この何の糊を取得しきたるというその糊っていうのはこの連磨だ。今を探してしめる、磨く、それが今のノリだ。誠に略光無明、この名が聞こえる。略光無明っていうのね、これね、その名が高く聞こえる。それで何を表してか故郷とする。三生がね、何を表してか故郷とするって言ったの、何、たった一つの生命の実物しかないんだ、ここには。で、たった一つの生命の実物のね、頭であり、尻尾である、同じことをね、同じ一つの実物の頭をいい、尻尾を言うっていう意味で、これ、竜頭だっていう。ね、この時三生に迎えて説法を言うべし、故郷故郷だからね、三生がそういった時に説法がね、あ、それこそが故郷だ故郷だって言ったよね。言えばいいの、よかったのに、その説法院も言わず、さらに傷生ぜりと
べきちゃったって言ったんだね。そうしたら、だから、さらに傷、生ぜりというは、傷、いで、きぬるとなり、いかでか故郷に歌唱やならんと覚えれども、故郷の歌唱やは、逆光無名を傷とせるなるべし。いや、この、大体ね、本当の実物っていうのはね、実物だけなんだよ。いや、実物って私が言うけれど、実物っていうのもこれね、屋上奥を重ねた話。いや、これ眉毛がここにあるってね、この眉毛がここにあるんだから、もう眉毛は眉毛で黙って眉毛、それ眉毛がここにありますよって、もう一つこう、ね、書くっていうことは、これは屋上奥を重ねてる。それで眉毛は眉毛だけでいいんだ。ところが、まあ、屋上奥を重ねて強調するじゃない。それでその時は傷だ。佐喜朗氏が話してたんで、あれ面白くてしょうがないのは、佐喜朗氏が電車に乗ってたら、前に乗ってるなんか遊び人風の男がね、この眉毛をこう剃っちゃって、そしてそれより上の方にこうもう一つその眉毛を描いてたっていう。これで佐喜朗氏が入れ墨してた。佐喜朗氏が言った、余計な心配だけどあの男はその病気して、そして、長い病気して寝込んじゃった。そしたらこの剃っている眉毛は伸びてくるだろうし、それから上には入れ墨なんだから消えない。それで2人が死ぬ眉が 4本、4つできちゃうんじゃないかって余計な心配のそういうね、これは傷いできるのに、いかでか故郷に歌唱やならんと覚えれども、故郷の歌唱やは略光無名を傷とせるなるべし。この本当はね、諸僧悲僧で、この諸僧はね、僧にないあらず、あらずだ。これ本当は我々これ人間っていうのも当たっちゃいない、あれ雲だっていうのも当たっちゃいない、あれ猿だっていうのも当たっちゃう。これも何とも言えないもん。それをその指してですね、今逆光無名ってね、名付けようがないもんだって言ったら、これそれだけは余計だ。それで屋上奥を重ねる。でそれは傷だ。ところがだから故郷から行ったら略光無名ってね、いわば言ったことは傷です。略光無名って言ったことから、いや故郷っていうのは傷だ、両方とも傷だ。故郷の歌唱やは略光無名を傷とせるなるべしだ。ところが略光無名から、いや故郷、故郷っていうのも傷だ。故郷の歌唱やは全故郷なり、しかしながらその傷、それぐるみが故郷だ。生命の実物っていうのはね、そういう傷が生じてる、その傷ぐるみが生命の実物なんで、私に悩んでるから、私反問してるから、故郷から外れて落っこっちゃった、落第したっていうんじゃない。そうじゃない、反問し悩んでるっていう、その当初がその故郷の真っただ中、実物生きてる。だから故郷の歌唱やは全故郷なり、そのこと自体が故郷で、
生いまだ多少屋の靴をいでざりけるゆえに往来せる三級は一人に故郷かなり。いや今言ったように故郷の上から言ったら略光無名も傷だし、略光無名もから言えば故郷っていうのも傷だ。でだからね、その三章も三章の言葉も説法の言葉もどうせね故郷の傷です。今私が一生懸命実物実物って言ったらこれも傷だ。でね、だからところがそういうのはそれぐるみが故郷なんだから、故郷全体が傷だ。